さんこんにちは、キングです。今回は今泊まってるこれ和歌山電鉄の岸川線なんですけども、まあ、これをね、乗ってみたという動画でやっていきたいと思います。ではいはいはい、どうも、はい、はやぶさです。はいはいはい、はい、でまあこれ岸川線はね、もともとこれ南海電鉄の路線だったんですけど、2005年に、まあ、4年か今、あ、そうやった、そう、そんな時代に南海が撤退するって言って、まあ、廃線になった、廃線の危機になったよね。はあ、でも元へ南海の何線になる、南海の岸川線、ああ、だったけど、和歌山電鉄が引き受けたと。そう、なんとか、まあ、住民が廃線はなんとかしてくれって、止めてくれって、やめてくれって言って、うん、まあ、で和歌山電鉄はじゃどうやって作られたんですか。まあ、その時に、誰が作ったん、岡山の、うん、まあ、バス会社が、ほうほうほう、まあ、言ったら両備グループっていうバス会社だったんやけど、ほうほうほう、その人がまあ買い取って、ほうほう、ちょうどその時に岡山電気鉄道っていう路面電車、あれが、まあ、引き取る際にここの会社も引き取ってくる。ああ、なるほどなるほど。で、まあ、和歌山電鉄になって、まあ、あとはその沿線の高校生とか、うん、住民の人、うん、らもなんとか、まあ署名かなんかで、ああ、そういう感じ、集まった、そういう感じ、で、まあ、うん、じゃあその廃線数年の、うん、なんでや、危機をまあ乗り越えるのにどうしようかって考えて、まあ最終的に結びついたのが、ちょうど岸駅でまあ買ってた猫だったよ。それが玉駅長になったと。そう、玉がたまたまそこにおって、うん、その所長が、うん、この子を駅長にしたらどうなって、あ、でそっからあれか、人気になったと。 そっからじゃあ駅長にしたら、まあ、絶対来るだろうって思ってやったら、うん、ほんまに来たっていう、うんうん、なるほど。それでまあ今はもう大人気の路線に、うん、そういうとこなって、まあ、うん、かっこ猫のおかげ言っちゃないけど、実はこれもうまあ、ラッピングも、まあ、ラッピングというか、ね、種類がな多いかな。実はこれね、元これおもちゃですね。あ、そうやったん。あれ、そう、おもちゃ電車をさらにまあ改造したのがこの多摩ミュージアム。種類はこんな感じ、紹介してみたらどっちみちは後で紹介するやん。まあね、なぜならこいつは、うん、抱きとで寝てる、走ってる、走ってる、寝てる、寝てる、あ、なるほど、ここでこいつ今、乗るっていうことで、まあとりあえずもう乗るか、まあこんな感じで乗っていきたいと思います。それでは早速乗ってみたいと思います。実質ただやろな、こんなに。そうやね、これさ、こんなに豪華やね、もはや豪華ただやね、なあ、実質ただや、これもはや。でこれな、いろいろカラクリがある。これすげえ、これまずこれや、これすごいよ、このソファー、ソファーやろ、で、なんとこれ赤字さんの子供用の遊び場、実はこれおもちゃ電車の時からあった。あ、そう、まあこれはついてたけど、あとからで、ガチャガチャ、これもおもちゃ電車時代の名残、あれ出たまえ、あれで、ここに、ここにもともとおもちゃがあった。ああ、そうやな、そうやな。で、これ動く、そう、今もこれ泣いてよ。あ、一定の期間になる、一定になるとこれが動くで、それが動いてるのがこれ、これはね、ある程度に時間だったら止まる。こっちにもある。こっちにもある。で、ここもね、あんまりスチールに弱く。
というわけで、飯田基礎駅までやってきました。ここはですね、岸川線の車両基地とで本社がある駅になっています。ただね、有人駅にもかかわらずここね、朝以外1両目の扉しか開かないというね、駅です。こんにちは、ワンマン扱い。ワンマン扱いで、ここにね、その車両基地があるということで、こんな感じで電車止まってます。3つだけ。3つおる。うん。ほんで今奥にいてるのが動物愛護ラッピングと玉電車。うん、でこれが1号電車。うん、これ多分ね夕方から出るやつ。で、2時半機やって。最近のこの駅のフォントになったの。そうそうそう。ちなみにね、これ、うん、駅名はこれ飯田基礎なんやけど、うん、ちょっと漢字のここの神社、ここら辺の地名ってなんなん、飯田基礎でいいの。地名とか飯田基礎じゃなかったと思う。あ、まあでもただね、これ飯田基礎じゃなくてこれね、飯田基礎なんや。あ、ほんまや、ここか。そう、ほんまや。駅名はダーやけれど、ダーやけど神社はターない。これなんでなん。はいはい、これはね、はい、どうぞ。まあ神社は、うん、その飯田基礎になってたんやけど、これもね、これも詳しいことは知らんねん。ただなんか駅作る際にもうみんな飯田基礎飯田基礎って地元の人よう言ってたみたいで、それになったと思う、駅名が。まあ諸説あるけど詳しいのは知らん。まあ間違ったらなんか、うん、コメントかなんかで。うん、何ちゅう。まあ、ちなみにあとはこれ、あ、そっか、グッズここで売ってるのか。ここも売ってるし、あとは岸駅でも売ってる。ああ、はい、はい、はい、うん、なんかな。で、鉄道、これ鉄道娘の中で、マスキングテープあったりで、ここにはこんな感じでグッズが。なんだこれ、俺こんなもんだよ。ここにね、四玉キャットタワーが。そう、ここもね、登るやん。あ、おったおった。あ、この下下。あ、お前おるやん。ここや。気づくるしとる。どうもー、叩くなよ、マジで。おりゃーってな。それ やるやつほんまにおるもんな、非常識なやつ。ちなみに運良かったらそこで。おーいおーいおーい、こっち見てや。